リンゴルフで LPGA から撮影許可がおりましたので、エプソンの最終戦を全部伝えていきたいと思います。お願いします。解説をしなきゃいけないんで、もう一回、ユリカ選手とラウンドしようかと思います。ユリカ選手、今日はユリカ選手のアンダーパーチャレンジということで、1アンダーごとに100ドルずつ差し上げます。5アンダー500ドル目指して、はい、優勝を目指して頑張ってください。さあ後半もアンダー持続できるか。ここはドライバー使いません。正面のバンカー、正面のバンカーまで255ヤードぐらい。3番ウッド、ナイスショットでした。10番パー4、短いパー4ですが3ウッドで打って、セカンドは144ヤード。おお、ちょっとショートだけどギリギリ乗ってます。さあユリカ選手のアンダーパーチャレンジ、なんと前半3アンダー、またこれもバーディーパットです。10ホール連続パーオンしております。グリーン上は全てバーディーパット。さあ3を1パット決められるか。惜しい、ナイスパー。さあ11番ホールパー、短いパー4ですが左右池です。私は右のハザードにぶち込んでしまいました。バンカーの左10ヤードのベストポジション。おー、ちょっと引っ掛け気味、やばそう。おー、ギリギリ大丈夫？ちょっと見えない。大丈夫です。セカンドショット92ヤードです。おー、ナイスショー。竿ぐらいしかないじゃない。あ、降りて、落ちてきた、落ちてきた。さあ11ホールパーオンが続いてます。約8メートルバーディーパット、上りのスライスラインです。よく打った、打った、惜しい。スライスしたよね。スライス見えるそれ。こっちから、ケースのところはちょっとこうやっぱ右から来てるように見える。ナイスパー。さあ177ヤード、パー3。さあパーオン続けることができるか。違うチャレンジじゃない。お、ピンの左、あ、筋ってる、戻ってきて。おー、ナイスショー。すごいね、優勝だなこれ。優勝ね。さあパーオンを逃してしまいましたが、約15ヤードのアプローチショット入れることができるか。おお、ナイスパーでした。さあ現在3アンダー、ポンちゃんだったらトーナメントリーダーになるかもしれません。おお、ナイスショー。狙い通りにまっすぐ、うわお、飛んでる、気持ちいい。触れてます、はい。さあパー4、セカンドショット地点に来てます。残り160ヤード、依然3アンダーです。おお、フレンドリーバウンドっていうか、分かってて打ったわけじゃないよね、あれ。すごい寄ってきたじゃん。ありがとうございます。え、こんなの
ってんの、この角度が。何も傾斜してました。パー4第2打見事ツーオン、約4メートルのパット、現在3アンダー、ボギーの気配がありません。さあ伸ばすことができるか。スネーキーだった、スネークラインだったよね。なかなか読めないね、それはね。ナイスパー、ナイスパーでした。順調に3アンダーできております。パー5です。さあパー5でスコア伸ばせるか。おお、ナイスショット触れてるね。パー5第2弾になります。正面に見えるバンカー右エッジぐらいが狙い目になってきます。おー、ラッシュアー飛びすぎてない。パー5第3打目110、若干上げてます。打ち下ろしです。さあスコア伸ばすことできるか。あー筋ってる。うわ、どこピンそば、どこ行った、わかんないですよ。ピンのピンから1メートルぐらいのところにくっついてない、ありますね。うん、止まったよりビシッと奥じゃない。ピン横。ユーリカ選手なんと70センチ、ほとんど OK バーディーです。このバーディーを取るとパー5全部バーディー、現在3アンダー、入れると4アンダー。うーん、ナイスバーディー、4アンダー、素晴らしいね今日は。ありがとうございます。15番ホールダブルボギーは、昨日のダブルボギーはここの15番ホール、左引っ掛け木の根っこショート3パットでした。今日はどういう改善ショットを見せてくれるでしょうか。ドライバー使いません。ちょっとダフり気味でしたがまっすぐ飛んでます。ナイスショット、二打目次第、見事に昨日とは違いフェアウェイど真ん中、残り143ヤード。おお、筋ってる。距離次第。うわー、ナイスショー。近い。ちょっと手前ですね。うん、安定してるね今日は。見事、昨日とこのありパーオン、バーディーパットです。約8メートル、上りのフックライン、上りの度合いは 120% ぐらいでしょうか。どのぐらいフックで読んでる。カップ2つ、ワンカップ、2カップぐらいね。さあ入れば5アンダー。ちょっと打ち切れてないか、曲がっちゃった。ナイスパー。何ヤード、右に出てしまいましたが、このホールはバンカーめがけて打つのが正解なので全く怪我はなく120ヤード打ち下ろし。あー、これも筋いってる、筋いってる。距離は全然老眼で見えない。
乗ったよな。近い？ちょっと見えない。全然見えないんだけど。飯田選手、なんと1m10cm、20cm。またバーディーチャンスにつけております。ユリカのバーディートライ、今日は現在4アンダー。これを入れると5アンダー。優勝してもおかしくないスコアです。4日間続けられる、うん、間違いなく優勝。これもスライスで読んでる？まっすぐです。まっすぐ。下りパット入るか。おお、ガッツリな入れ方だったね今。ちょっとラッキーです。ちょっとラッキーだったけど、スライスしなかった？やっぱ傾斜の方が強かった。傾斜の方が強かった。スライスやっぱりフックだけど目が左から。おお、そうか。なんと5アンダー。さあ17番パー3140ヤード、ピンの右からか、右から左の傾斜。これも筋ってるね。ちゃんと右から行ってるよ。バウンドがなんか見えないけど、距離もわかんないけど乗ったよね。おう、見事パー3。これもパーオンで約7メートル、下りラインはスライスライン。どのぐらいで見てる？カップ2つ、もっとカップ3つ。これは曲がりそうだな。さあカップ2つ目で行くそうです。下りパーセンテージ 60%。もうさ、本番に取っとけよ。本番でもやる。本番取っとけよね。いいですか、練習でも本番でもやったら一番いいじゃん、うん、本番だけじゃん、うん、そうだ。さあ最終18番、なんと6アンダーで会長に飛ばしております。現在獲得賞金金額600ドルキープできるか、難関18番。おお、ナイスショー。ど真ん中。なんか取っといてほしいねこれね、ほんまに。本番でもやります。残り150ヤード、フォローが吹いていて、ピンが見えません。手前はハザード、奥はバンカー。難しいショットです。ちょっとピンより右。ダメ、わかんない。ちょっとキャリーが足りない気が。最後の最後で。じゃあ暫定打たなきゃダメだってこと？手前から。いやちょっと、うん、じゃあ練習がてら暫定打ちましょう。暫定9になります。セカンドショット、足りないか足りているか現地に行かないとわからないので、ペナルティの暫定球を打ちます。100ヤード。このホールは難しいホールです。罠満載、怪我満載。うん、筋ってる。乗った？多分乗ってます。うん、1打目ありました。ちょっとオーバー気味でしたがありました。ということで暫定球は必要ありません。しかしながらこのホール、このグリーンからの景色を見てください。ボールはすべて右に、転がってしまいます。右のハザード入る可能性大です。フェアウェイ左3分の1狙っていかないとハザードに入ってしまいます。
セカンドショットはハザード越え、なおかつバンカー、非常に難しい18番、本チャンでは17番になるようですが、非常に難しいホールになっています。約 12、3メートル、下りパーセンテージ 65% のパターで打たないんだ。アプローチショットです。おお、タッチよし。おお、素晴らしい。ナイスパー。なんと6アンダーフィニッシュでした。来週かける4が出れば間違いなく優勝です。わお、6アンダー、6アンダー、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いよいよ来週は最終戦、はい、今日のアンダーパーチャレンジ結果は、私が言ってください。6アンダーですか。はい、6アンダー、賞金600ドル獲得おめでとうございます。ありがとうございます。6アンダー優勝スコアじゃない、かける4で本ちゃんも頑張ってください。はい、ありがとうございます。ということで、今週の、インディアンウェルズゴルフリゾート、来週のエプソン最終戦に向けた、練習とりあえず終了します。お疲れ様でした。お疲れ様でした。